どうしてもエネルギーというのはですね、地球全体で考えないといけない、そういう問題となっています。そこでいろんな先生方がですね、集まって学生さんにですね、エネルギーのいろんな側面をですね、理解してもらおうと思って、この複合系のエネルギーコースを作りました。そのためですね、エネルギーコースはとてもユニークな、そういうコースになっています。いろんなですね、分野の学生さんが集まってポスター発表をしました。これによってですね、自分が研究している内容ばかりでなくてですね、いろんな学生さんがですね、研究しているそういう内容がですね、理解できるように、自分のですね、研究している内容の立ち位置が分かるように、まあ、そんなこともですね、行ってエネルギー問題をですね、広い目で見るような、そういうコースに作ろうと今しています。エネルギー問題を自分で解決するんだ、それで非常にですね、住みやすい社会を作るんだ、そう思っている学生さんはぜひ東京工業大学のエネルギーコースを選んでください。お願いします。 As we know, energy issue now is a very important concerning issue of our global. Because everyone use energy, for example, electricity every day. But however, the energy source like fossil fuel is decreasing. So I think that investigating or researching in energy is very important and very interesting in the near future. 私は学部4年生から、燃料電池の研究を続けていまして、まあ、化学系に所属していたということで化学の知識はあるんですけど、燃料電池を研究する上では化学の知識だけではまあ足りない部分も多くあり、まあ、そういった面を補えるという意味で エネルギーコースに所属をしました。マイクロ波とは電子レンジに使われていまして、物質を加熱する特性があります。で、普通の加熱方法と違って選択的に加熱することができる手法になっています。自分の将来としましては、マイクロ波科学にこだわらずに広く環境問題だとかエネルギー問題にアプローチできるような研究者になりたいと考えています。私の研究テーマは非真空プロセスを用いた化合物薄膜太陽電池の開発となっております。この研究は太陽光システムの発電コスト削減を目的とし、私の方では材料コスト、そして製造コストの2つを低減させることを目的としております。現在私は太陽電池に向けた材料の開発を行っておりますので、将来は太陽電池あるいは燃料電池といったデバイスの材料開発に携わることができればと考えております。これからエネルギーコースの理念というものを話していきたいと思います。ここに示しているのが膨大なエネルギー分野の知識です。例えば太陽電池で限っていきますと、それぞれの知識がですね、樹形図のように連なっている。これが知識の構造になるわけです。で、一方で化学、材料、電気、機械、物理といったですね、ディスプリンをベースとする基礎的な学理が存在するわけです。エネルギー分野はこれらの技術をですね、横断的に、習得をして、考察をしていく、研究をしていくということが重要になります。太陽電池、それから燃料電池、それぞれ知識の分解をしていきますと、それぞれの違う分野の知識の中にアナロジーを基本とした類似性が出てくるわけですね。で、つまりこういったものを使って、つまり何が同じで何が違うのか、こういうことを使って我々エネルギーコースでは多元的エネルギー学理、こういったものを基礎にしてカリキュラムを構成しています。特に選択必修となっていますエネルギー基礎学理、それからエネルギーデバイス、エネルギーマテリアルの3講義はこの今講述しました多元的エネルギー学理の概念で各講義を構成しているということになります。エネルギー分野は東工大の最も強い分野の一つです。そして人類永遠の課題です。したがって産業、いろんな企業においてエネルギー研究者の活躍の分野が広く存在しています。多くの皆さんがエネルギーコースを希望してくれることを望みます。